皆様こんばんは。4月の9日午後8時56分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日土曜日の第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様、もう我慢がね、できませんでございました。ごめんなさいね。我慢ができなかったマン TV ということで、本日の第2部、捉えていただければなというふうに思っている次第でございます。何のことを言っているのと、今日ね、昼間あたりに、ツイッターの方でね、ちょっと流させていただいたわけでございますけれども、ちょっと第1部とね、第2部両方ともちょっと今日ね、できないような状況だったわけでございます。もともとですけれども、ちょっと仕事の関係上ですね、はい、帰ってくるのがね、自宅の方にちょっと遅いかもなと、12時をね、それこそ12時を、ちょっと超えるような状況になるかもなというふうに思っていたわけでございます。ですから一応ね、第1部第2部ともに、ちょっと休部というふうなね、形でご案内をさせていただいたわけでございますけれども、ビットマン TV 我慢ができませんでした。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。ちょっとね、合間時間ができまして、今しがた自宅の方に戻ってきましたので、なんとか時間が作れるような状況になっております。ですから、第2部の配信をね、パリッとさせてねいただきたいなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。でこれが終わり次第、ちょっとまた戻っていこうかなと、なんかこうご飯を食べに行くとかね、飲みに行くとかそういったことではないんでございますけども、ちょっと仕事がね立て込んでおりまして、ごめんなさいね、もう一回戻っていくような形、お風呂に入った後にね、ですから、そこがありますので、ここはねご了承ください。よろしくお願い。まあ何をご了承くださいなのかよくわからないわけでございますけども、第2部はパチッとね仕上げていきます。ですからちょっと一旦ね、時間が3、40分ぐらいね、ありますので、この間に第2部をやっていこうかなというふうに思ってる次第でございます。よろしくお願いします。で初めて聞かれた方はね、何のこと言ってんのこのおっさんというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、私ビットマン TV と言いまして、まあおっさんでございます。はい、ビットマン TV 1日2回配信をね、軸としてやらさせていただいております。で丸1日ね、1日2回配信、第1部と第2部っていう、まあ昼間ぐらいとあと夜でございますね、やっているわけでございますけれども、まあ丸一日休んだこと自体がほぼないかなという、もう数えるぐらいかなという感じなんでございますけども、やっぱりね、今日の昼間に、皆様の元にね、ツイッターでご案内をした後にね、なんか気持ちが悪いな、なんか気持ちが悪いんですよ。なんかやってないと気持ちが悪いみたいな、わかりますよねこれね。なんかそういったものがあったので、ちょっとなんか違うと、なんかね、本領が発揮できねえぞという形でね、思っておった次第でございます。ですからね、ちょっと合間の時間ができて、本当に私嬉しゅう限り、嬉しゅう限りでございますので、ぜひとも皆様、楽しんで。ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。で、先ほど言いました通り、ツイッターでございますよね。こちらの方が、私のツイッターになっておりまして、今、5354フォロワー様いらっしゃるということでございます。で、上から2番目、ここですね。今日ね、休むよという形でご案内をしたんでございますけれども、やります。我慢ができなかったでございますので、やります。よろしくお願いいたします。もしね、ツイッター、フォローをね、していただいていらっしゃらない方がいるんであれば、ぜひとも私のフォロー、お待ちしておりますので、こちらもね、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。今日の内容なんでございますけども、ちょっと時間にね、終われマン TV、若干終われマン TV でございますので、パリッといきますよ。重要ニュースがお二つございます。そして、チャート分析が、ビットコイン、イーサリアム。そして AVA ですね。AVA。そして GMT を見ていきましょう。そして最後締めくるのは、ドームを行きたいと思いますので、皆様、第2部の配信ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッカーお願いいたします。お願いいたします。で、今日は先に重要ニュースいきましょう。チャート分析で扱う通貨のニュースが重要ニュースで出てきておりますので、こちらを先に行きますね。よろしくお願いいたしますよ。まずは重要ニュース、一つ目いっちゃいましょう。こちら。はい。バイナンス NFT。大手スポーツブランドアシックスとステップンのコラボを予定かということで、ステップンがね、まあ、ムーブトゥーアーンというものでございましょうかね。ものすごく最近ね、流行りまくってると。まあ、なんかね、似たようなものもあるらしいんでございますけれども、これもね、タイミングが合えば、まあ、皆様のもとにね、もしタイミングが合えばでございますけども、ご紹介もね、していこうかなというふうに思っておる次第でございます。で、いきますよ。ごめんなさいね。最大手暗号資産取引所バイナンスの運営する NFT 電子市場バイナンス NFT は、運動をして報酬を稼ぐムーブトゥーアーン型ブロックチェーン DAPS のステップンとね、国内大手スポーツブランドアシックスとのコラボ作品を計画していることが分かったと。で、今回の情報源は以下のツイートですと。で、バイナンス NFT は情報を公開した後、すぐに詳細情報を非公開としたことから間違っちゃったと。間違って公開してしまったというふうに予測がされますということですね。で、また、ステップのね、公式ディスコードでも討論をされておりますよということでございますね。で、上から下に。リーク情報によると、実施期間は、
4月の13日から4月の19日の間で、プロモーションの実施なども予定している模様ですと。で、なお、今月6日には、バイナンスの VC 部門である、バイナンスラボが、ステップンへの戦略的投資をね、発表したことから、バイナンス NFT での関連した動きは、不自然ではないとの見方もあるということですね。で、まあ、注目のアシックスですね。アシックスの動向。今回、ステップンとのコラボ先として、情報が上がったアシックスは、すでに NFT 領域に参入していると。で、21年7月には、デザインに、サンライズレッドを取り入れた NFT シリーズ、サンライズレッド NFT コレクションを発表しましたということですね。で、ランニングシューズなど9種類のシューズの NFT 全189点を出品した実績を持つと。で、当時のプレスリリースでは以下のようなコメントを残しておりますということですね。ブロックチェーンをはじめとするデジタル領域での取り組みに対して積極的な姿勢を見せていた。どういったコメントか。アシックスはデジタルマーケティング分野を強化しておりまして、デジタル技術を活用したスポーツやライフスタイルにおける新たな楽しみ方をね、積極的に提案していますと。で、今回はデジタル市場への新たな取り組みの一環として展開をするもので、はい、オークションで得た収益は今後設立を予定しているデジタル分野のアーティストをね、育成するとともに、グローバルでその才能を発揮していただく場を提供する、アシックスデジタルグッズアーティストインレジデンスプログラムを通じて、デジタルアーティストへ還元をしますよということですね。まあ今回、まあそういった流れの中でね、こういった形ステップンと、まあ、やっていくということでございましょうかね。まあ、一つ、ここは注目に値するところで、まあ、いきなり来ましたもんね、本当にね。ムーブトゥーアン。一応ね、私もね、ほら、皆様にも、言っていたじゃないですか。まあ、前々から聞いている方であれば、まあ、ご存知。最近聞かれた方であれば、あ、そんなことやってんの、ビットマン TV と思うかもしれませんけど、テレグラムでね、無料のオープンチャットを開設しているわけでございますよ。パイナポー TV というものをやっております。で、そちら、一応ね、リンクは、動画の、この動画の説明欄の下の方に貼っておきますから、もしね、ご参加していただける方がいるんであればね、ぜひともぜひともご参加のほどお待ちしております。今1700名ほどいらっしゃいますので、もしね本当に仮想通貨業界に入りたての方であるとか、いろんな情報収集したいよと思う方はかなり使える場にはなるんじゃないかなというところで、ここはねよろしくお願いいたします。で、そのメインのねパイナポー TV という部屋と別にガーチャンネルっていうのがあるんですよ。で、これはまあ、私がメインとして作ったわけではないんでございますけども、こちらバディのお一人の方がね作ってくださいまして、で、そのガーハの方で結構ねこのムーブトゥーアンのステップね流行る前、ニュースに上がる前に結構話題に上ってましたもんね。私も見てたんですよ。あ、そんなのあるんだと思って。そしたら、その、本当に何日か後ぐらいに、バリーっていきなり来だして、もうびっくりしちゃってね。だから、そういった意味でもね、情報収集する場、ビットマン TV 絡みの、あちら、テレグラムの部屋、何個かありますから、まずはパイナポー TV というメイン部屋に入っていただければ、メモの方にね、どういった部屋がありますよって書いてありますので、そこに入りたい方は全部招待制になってますから、言っていただければね、招待が届くような形になるかなというふうに思いますので、ぜひともパイナポー TV の方で言ってみてください。よろしくお願いいたします。まあね、本当にね、びっくりしましたよ。この、あちら。ステップンね、GMT でございましょうかね。こちらね、もう本当に、話題になる前から、ガーハの方で結構話上がっていたので、まさかね、と思ってね、本当にいい情報でございました。はい、で、次行きましょう。まあ、アシックスとね、まあ、コラボをするということでございますよ。で、次行きまーす。次はこちら。FTX と旅行会社トラベラが提携をしたと。で、決済で FTT に対応しますよということで、これはまた旅行関係のニュースとしてはね、大きなところでございましょう。行きまーす。FTT トークンによる決済に対応。仮想通貨決済が利用可能な宿泊予約サービスを提供するトラベラ.com は8日、はい、取引所 FTX との提携を発表したと。で、300万件以上の旅行プランで FTX が発行する FTX トークン FTT ですよね。これによる予約決済にも対応しますよということでございます。これは大きいでございましょう。で、トラベラは230カ国以上に宿泊施設につながっており、300万件以上の旅行プランをね提供する世界最大のオンライン旅行代理店の一つですと。で、今回の発表によって以前から決済対応していたビットコイン、イーサリアム、あとはビットコインキャッシュ、そしてライトコインで、エーダコイン、バイナンスコイン、BNB、そしてリップルですね。で、ダイといった主要銘柄に FTX の独自トークン FTT を追加する格好だと。で、同社はこれまで BNB チェーン上のトークンである独自通貨 AVA ですね。こちらを発行して特別な割引やロイヤリティも用意をするほか、次世代高速ブラウザブレイブを利用したグローバルな広告プロモーションも行っていたと。で、上から下に仮想通貨決済が拡大をしたということですね。ブロックチェーン技術や仮想通貨が普及するとともに仮想通貨決済に関する導入検討がね、拡大をとにかくしてますと。で、
22年1月、まあ、今年の1月には、トラベラの競合である大手宿泊サービス企業、Airbnb ですかね、の CEO が、これでかいですよ。自身の SNS アカウントで行ったアンケート結果によると、Airbnb、BNB ユーザーが最も望んでいることは、仮想通貨決済の導入だと明らかにしたと。で、またフードデリバリーをはじめとする多くのサービスを展開する Uber 社 CEO も、仮想通貨について、まあ、いわゆる注目をね、していることを明らかにして、Uber が将来的に仮想通貨を、暗号資産を受け入れようとしているのかと問われれば、答えはもちろんイエスだと。もちろんだということですね。で、適切なポイントはここではないが、将来的には、まあ、受け入れる意欲として自身の見解を述べたということでございますね。で、この他にも、2月、今年の2月に、大手 IT 企業の Apple が発表した iOS デバイスの新機能、Tap to Pay では、店舗側は iPhone を、まあ、これね、ニュースでも取り上げましたよね。店舗側は iPhone を決済オプションとして、非接触型決済を導入することができ、Apple Pay ユーザーは実質的に仮想通貨による支払いがね、可能となるとして話題を呼んだと。まあ、とにかく、22年っていうのは、やっぱり決済系っていうのが、これ前からずっと言ってますけども、一つね、大きなところかなと思います、やっぱりね。で、今回のニュースではこの旅行関係のね、ところでございましょう。トラベラ .com。まあ、トラベラ .com って言われるとね、やっぱりこう嫌がおうでも、XDC もね、やっぱりここ、決済手段としては入ってないんですかね、まだね、XDC。まあ、XDC とね、トラベラ .com っていうのも提携をしております。ですから、まあ、去年からずっと言い続けてるんですけども、で、トラベラ .com と、バイナンスっていうのが繋がってるんですよ。つまり、バイナンスの、いいですか？旅行関係の予約、BNB 使えるんですよね、バイナンス。で、バイナンスで旅行関係の予約をするとき、することができるんですよ。で、これがトラベラ .com の、まあ、いわゆるプラットフォームを使ったような流れになっていると。で、そのトラベラ .com と XDC というのは提携をしているんですよね。XDC という通貨が。ですから、XDC はまだ、バイナンスには上場していないので、その絡みの中でバイナンスの方にね、いつか上場するんじゃないかっていうのが、XDC も言われておりますから、まあ、通貨としての注目度としては、XDC もま、一つね、お耳の奥にパチリと収納しておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、今回は FTX、の独自通貨トークンですよね。FTT が、決済手段の通貨の一つとして入ってきましたよっていうのがねありますので、ここはね、注目をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュースは以上となります。そしていきましょう。本日のチャートブゼーキパパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。と一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。まずは、ビットコインですね、見ていきましょう。こちらでございます。いきまーす。はーい、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、42,450ドル付近をね推移しているような状況になっております。で、この通貨に関しましては、今ねものすごく重要なライン付近にね、差し掛かっていると、42,000ドルがかなりの重要ラインとしてはね、意識されるかなというふうに思いますので、ここはね、チェックをしておいてください。よろしくお願いいたします。青いライン付近でございますね、まずはレジスタンスからのサポート、まあだいぶ前に、なるわけでございますけれども、まあ去年のね、年明け、まあ約1年ぐらい前になりますけども、レジスタンスからの抜け切ってからのサポートで、そこからあとね、大幅下落を起こして、まあいわゆる去年のゴールデンウィーク明けぐらいにね、もう大暴落を起こした時の戻ろうとしたんですけれども、レジスタンスとして効いていたラインで抜け切ってからのサポート転換をして、またまた史上最高値を目指していた。で、下落してきてからのやっぱサポートとしてはね、やっぱり効いているラインでございますから、このライン、青いラインっていうのはものすごく重要なね、ラインとしては意識が持てるでしょう。で、今そのライン上に、ついでにね、さらに言うと、黄色の中期の移動平均線。そして、こちら、初めて聞く方もね、いるかもしれませんので、一応ちゃんと言っておきましょう。はい、こちら。長期のね、100日の長期の移動平均線がほぼほぼ被っているような状況になっておりますので、このラインっていうのはかなりね、重要なラインでございます。もし、42,000ドルを明確に下に割れ込んでしまうと、まあ、長期の移動平均線っていうところも加味すると、41,700ドルですよね。41,700ドルを下に割れ込んでしまうと、ちょっと長期の移動平均線が垂れ下がってきておりますので、割れ込んでしまうと、いいですか？39,000ドル付近までの下落がね、起こるような形。つまり、3,000ドル幅ぐらいでの下落がね、起こる可能性がありますので、ここは注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。とにかく今上はいいですか、短期の移動平均線で、挟まれている。で、下に関して支えとしては青い、レジサポ転換線、そして、中期、そして長期のね移動平均線が待ち構えているので、なんとかねこの短期の移動平均線を上にクリアしてくれば、ちょっとはまたね様相が良くなってくるかなと。ですからドルベースでいくならばいいですか、43,500ドル付近を上にブレイクしてくれば、一旦窮地は脱するようなね形になるかなと。で、そこから目指すべきラインは45,600ドル
るっていうのが意識されますので、ここはね、押さえておいてください。とにかく今は佳境でございますというところでね、覚えておきましょう。で、あとはいいですか、この右上がりの、黒いラインございますね。こちらは、実体部分、ごめんなさい、もう一回日足に戻しますけれども、実体部分だけを切り取ったサポートラインなんですよ。ヒゲはシカとした状況でございます。ですから、この右上がりの短いね、黒いラインっていうのは、まあ、日足でまずは見ていただいたらわかるように、雲のね、形、ちょっと薄いですけれども、その雲の形と被っている。そして、いいですか？週足を見ていきましょう。週足の、この雲、強気雲の形ともほぼほぼ被っておりますので、もう3万9000ドルっていうのがものすごく、今となってはまあ4万2000もそうなんですけど、3万2000でもし落ちてきた場合は、あ、ごめんなさい、3万9000ね、ごめんなさいね。3万9000ドルできちんと買い支えがね、入って持ちこたえられるかっていうのが重要。もしそれを割れてしまうと、上昇チャンネルの形、はい、これは3万と6000ドル付近ですよね。ここまでやっぱり落ちてくる可能性が大でございますので、4万2000ドル、まあ4万1700ドルでしょうかね。そこを割れ込んだら3万、9000ドル。そして割れ込んだら3万6000ドル。だいたい3000ドル幅ぐらいで落ちを見せてくるようなね、形になりますので、そこはね、注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい。まあ、あちらでございますよ。短期並びに FX で、まあ、勝負をね、かけていきたいなと思う方は、今ちょっと4万2000ドル付近は、一つ反発狙いとしては、まあ、ありなんじゃないかなというふうに思いますけれども、ちょっとね、こう、市場の雰囲気としたら、あまり芳しくないので、嫌なね、落ち方をするかもしれませんけども、まあ、それ覚悟でね、入れてみるのは一旦ありかもしれません。で、ちょっと小幅上昇で、例えば1000ドル幅ぐらい、うん、4万2000ドル付近で握って、まあ、ヒゲまで加味して、それこそ4万1700ドルぐらいでもいいかもしれません。うん、4万1700ドルで握って、4万3000ドルぐらい。を利確ポイントとしてね、決めていくとかいう形でちょっと小幅上昇をね、取っていく形でまあ、ロングインはありかなというふうに思いますけども、今の状況で例えば5万2000ドルをめがけてとかやると落ちてくる可能性の方がちょっと今の段階では高いかなというふうには思いますので、まあ、一旦の反発は見せてくるかもしれませんけれども、売り圧に負けてずるっとまた落ちてきてしまうっていう状況があるかもしれませんから、今から例えば5万2000ドルとかを狙うっていうのはね、ちょっとこう、うん、お控えなさった方が時間がかかる可能性がありますから、お控えなさった方がいいかなというふうには思います。OK でしょうか。うん、であるならば、まあ、上昇チャンネルを上にきちんとブレイクしてからね、入っていくのがベストかなっていう感じ。うん、上昇チャンネルをきちんと上にブレイクしていけば、まあ今となってはもう200の移動平均線もほぼほぼ丸かぶりしているような赤いラインですね、ございますので、それこそ上昇チャンネルを抜ける4万8200ドル付近でしょうかね、を抜けていけば5万2000ドル付近までの4000ドル幅ぐらいの上昇がね、見ていけるんじゃないかなというところがありますので、そこはね、一つ、うん、気持ちもね、新たに、いい形で上にあの目指してね、いけるような状況で握っていけるんじゃないかなというところで、まあおすすめは4万8200ドルを超えてからでございますけど。もまあ小幅での反発を狙っていきたいなと思う方は、先ほど言った4万1700もしくは4万2000ドル付近での反発で、割れ込んだら一旦反発してきて、利食いをして、もし縦値を割り込んだら、損切りないしはもう手締まっていくみたいな形でそこから下、うん、3万と9000ドルまた付けに来ますよね。そうなったらそこでまた反発狙いで握っていただいて、次はもしかしたら4万2000ドルぐらいまで元気よくぐっとね上がってくる可能性はありますから、まあ1000ドル幅ぐらいで利確でかましていって、もし落ちてきた場合は縦値で、うん、また利食い並びにちょっと割れ込んでヒゲまで噛みして損切りをしていくみたいな形で、で最終的には上昇チャンネルの3万と6000ドル、うん、ここで同じような形でね、反発狙いでやっていく、1000ドル幅ぐらいでちょこちょこ利食いをしていって、でもし3万6000ドルという上昇チャンネルを割れ込んだら、利食いをしていく、並びにまあ、ちょっとねヒゲまで噛みして損切りになるかもしれませんけれども、手締まっていくっていう形がいいんじゃないかなと。まあ基本的には市場の雰囲気としてはあんまりね、こうね、まあ、上昇チャンネルを作ってるんですけど、あんまり芳しくはないので、細かく利確をしていく、縦値を割れ込んだら、まあ、流していくっていう形がいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あまり長く握りすぎると、一旦ちょっと上がってはくるかもしれませんけど、売り圧に負けてずるっとやっぱり落ちてくる可能性がね、あります。依然として上昇チャンネル内を推移しておりますから、やっぱ加担値を目指してっていうふうにね、予想ができますので、ここはね、注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、長めに持っておくロングインの場所としたら4万8200を超えたから、もしくは、下に落ちてからの2万9000並びに3万ドル付近、この黄色いライン付近はある程度長めに持っておくような状況でロングインをしていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここも合わせてね押さえておきましょう。はい、で次行きまーす。次はこちら行きます。行っちゃいます。やっぱり楽しいですね、チャートを見るのは楽しいでございます。行きましょう、行っちゃいましょう、行きます。はい、皆様間違えました。ビットコインのキングならイーサレマクイーンでございます。お願いいたします、お願いいたします。行きます、行っちゃいます。はい、イーサリアもうごめんなさいね、本当にね、これをねやっぱり言っていかないと私ね酸欠になってしまうわけでございます。よろしくお願いしますよ。行きます。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3200ドル付近をね、推移しているような形になっております。でこの通貨に関しては週足レベルで見ていくとね、週足の雲の上端値をもう実体部分として割れ込んでますので、この状態でね、あの週足を確定すると嫌な感じだなんですけれども、一応直下に長い間
引いていたサポートライン、右上がりのサポートラインですね、黒いサポートラインがありますと。で、あとはこの赤いラインですよね。この赤いラインはやっぱりこうサポートとして機能していたっていうのは、まあ確認が取れるかなと。で、下に割れ込んでからの抜けようにも抜けられなかったレジスタンスとしても、やっぱこう軽めにね、意識はされているかなと思いますので、やっぱ3050ドルっていうところの支えが、まあ入ってくれるんじゃないかなというところで、今の、もうちょっと落ちてきてからですかね、3050ドル付近での反発狙いのロングインっていうのは一つありかなという感じ。もしくは長共有目的の方もね、おしめ買いのチャンスとしては意識しておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、少量ぐらい、うん、現物で購入してもね、いいんじゃないかなというふうには感じておる次第でございます。OK でございましょうか。で、イーサリアム にとってね、ものすごく重要なラインっていうのがあるんですよ。それが、この右上がりのこのラインです。これ。このラインっていうのは、何かって言いますと、三尊の、まあ、いわゆるネックラインにね、まあ、なるかなという形。で、さらに言うと、先ほど言いました、週足の雲の形がちょうど丸かぶりしてるので、イーサリアムの重要なライン。うん。買いが結構入ってきて、支えがね、強く効いてくるのは、おそらくこの2500ドル付近。この付近、2500ドルっていうのは、まあ、いわゆるね、割らせたくないマンもかなりいるかなと思いますので、ここは、短期並びに FX のね、ロングイン場所としては、反発狙いとしては一つありなんじゃないかなというふうに思いますので、そこは意識をしておいてください。まあ、その前にね、この実体部分として、日足でちょっと見ていきましょうか。実体部分として、サポートが入っている、うん、このラインでございますね。このラインでまず一旦は止まるかどうか。ですから、まず1個目は、1箇所目はいいですか、2000と660ドル付近。うん。もしね、3050ドル割れたら、2660ドルっていうところが、一つ支えとしては意識される。で、もし割れ込んだら、さっき言った2500ドルっていうのが、まあ、防衛ラインとして、かなり重要なラインとしては意識されるかな、というふうに思いますので、2分割ぐらいで短期並びに FX ポンポンと入っていってもね、いいかなと。で、もし割れ込んだら、これは、損切りをしないと、週足レベルの、三尊成立みたいな形になるかなというふうに思いますので、まあ、右上がりですけれどもね、ちょっと大幅下落。1700ドル付近までの大幅下落を起こしてくる可能性があります。1700ドルっていうのは、去年のね、ゴールデンウィーク明け、いわゆるビットコインが3万ドルあたりをつけてきた時の、サポートとしてバッチバチに効いていたラインでございますから、2500を割れ込んだらそこまでの落ちはね、想定をしておくべきかなというふうに思いますので、ここはやっぱり損切りをね、かましていくのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい、まあ、そこまではね、3050、2660、2500ドルっていうのは、まあある程度長期保有目的の方も、うん、まあ広い範囲で言うとある程度安値をずっと切り上げていってるような状況では見ていけるかなというふうに思いますので、おしめ買いのチャンスネイチ付近としては抑えておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、短期並びに FX 勢は、ある程度強いね、反発が見込めそうな2500ドル付近がベストかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次は AVA を見ていきましょうかね。久々でございます。ちょっと下にね、下ろしていきますよ。ちょっとお待ちくださいね。 AVA がものすごく私は見たいわけでございます。いました、行きます、行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。まずですね、こちら AVA なんでございますけれども、まあ先ほどね、見ましたトラベラ .com の、トークンでございましょうかね。まあ旅行関係というところでございましょう。で、こちらはまず、長い間というかね、下落のね、チャンネルをこう、ずっと推移しているような状況だったわけでございますけれども、なんとかね、支えが入って、うん。まあ安値で言うとまあ1ドル。まあ、ある程度切り板っていうところも意識されていたのかな。もしくは、ここですよね、大幅上昇する前のレジスタンスとして効いていた場所が逆にサポートに転換しているようなね、形にはなっていますよね。そこが要因で支えが入って、この下落のね、ずっと高値をまあ結んだラインっていうのを上にブレイクしていった流れになっております。で、その後にもう見ていただいたらはっきりわかるように、200の移動平均線で頭をバチッと抑えられているわけでございますよ。ですから、一つ上昇の起点となるのはやっぱりここ、うん、200の移動平均線、2ドルですよね。2ドルを超えていったら、まあ強めな、うん、まあ強めと言っても、ある程度の上昇はね、見込めていけるような形になるかなと。ですけども、次のね、一応目標値は、どこかって言いますと 2.38 ドル付近、うん、2.38 ドル付近っていうのが、ここ一つあります。で、この 2.38 っていうのはまあ引き目で見たらねわかるかなと思いますけども、まあ、ビットコインがバチッと去年はね、落ちてきた、大幅下落を起こした時のサポートとしてかなり意識はされていたラインでございます。ですから、ここが逆にね、レジスタンスとして機能してますよね、もう実際問題。ですから、もう一回機能はしてくるでしょうと。で、あと一つ重要なのが、週足の中期の移動平均線、この黄色いラインでございます。これがちょうど 2.38 と被っているので、やっぱりここはね、固く、うん、意識はされてくるかなと思いますから、いいですか ?2 ドルを超えた後の、うん、200の移動平均線を超えた後の 2.38、つまり1枚あたり40円ぐらいの利益は一つ取れるかなと。
食いができるかなと。で、そこを抜けてきた後は、やっぱり青いラインの3ドル付近ですよね。ここをめがけて、まあ、上がっていくようなね、流れになってくるかなというふうに思いますので、まずは2ドル超えをね、ちょっと期待して見ておきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、あと一つが、まあ、様子は実はね、これ悪くないんですよ。ちょっといいですか？100日のね、移動平均線をちょっと見ていきたいわけでございますけれども、ちょっと見ていきましょうかね。200よりもね、そもそも100日の移動平均線が結構意識はされていたんじゃないかなっていう私は感じがしておりますよ。うん。こちら赤いね、ラインでございますけれども、まあサポートとしても、きちんと入っている。で、ここもそうですね。サポートとして入っていて、割れ込んでからの大幅下落を起こした。で、そこからね、時間が経っていって、右側に移動します。はい、ここ。うん。見てくださいね。サポートとしてガッチガチに機能して、下に割れ込んでからのレジスタンスとして、やっぱり意識はされています。で、またまた右側に行きます。はい、ここです。うん。見てくださいね。ヒゲでね、何回も何回も3回、4回ぐらい押されてるんですよ。ですから、まあ200も、ここを見る限りは意識はされてるかなと思いますけど、100の方が元々はね、意識の方が強かったはずなんですよ。で、それを考えるならば、100日の移動平均線ブレイクしてますし、ゴールデンクロスガチッとね、短期の移動平均線と起こしてますから、様相としてはいい。で、サポートとして今落ちてきて、機能してくる可能性が高いのは、1.4 ドルっていうのが、あり得るかなっていうふうに思いますので、ここは一つね、意識をしておいてください。1.4 ドル。冷やしの雲ね、そこまで分厚くはないんですけど、やっぱりある程度意識はされていた、100日の移動平均線が下にありますので、ここでの支えが入って反発をしてくる可能性があります。ですから、ちょっとそこに対して期待感を持っている方は、もし落ちてきた場合の 1.4 ドル付近での反発狙いでの買いっていうのは、一つありかもなーっていうのがありますので、ここはね、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。もしくは、2ドルを超えてからの 2.38 ドル付近での、ロングインでの利益をね、まあ、取っていくみたいな形でやっていく。まあ、どっちかでしょうね。2ドル超えからの 2.4 もしくは 1.4 ドルでの反発狙い、どっちかがいいかなっていうふうに思いますので、ここは意識をしておきましょう。もしやっぱり損切らしないといけないので、まあどうでしょう。100日の移動平均線を実体部分として割れ込んだらもうこれはね、損切りをしていくべきかなというふうに思いますから、そこは一つね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。OK ですか？わかりましたかね。上は200で抑えられている。下は100でサポートが入りそうですよという感じでございます。はい、で次行きまーす。次はちょっと下に下ろしますよ。行きましょう。次はこちら行きます。GMT をね見ていきたいというふうに思っております。行きましょう。はい、GMT なんでございますけれども、ただいまの価格が 2.27 ドル付近をね、推移しているような形となっております。 OK でございましょうか。で、今この通貨ちょっと4時間足レベルで見たらはっきりわかるかなというふうに思いますけれども、いいですか？まずね、エリオット波動をね作っていたような形、1,2,3,4,5 波終了からの ABC 調整で、ちょっと ABC 調整の C 調整がちょっとね、もうちょっと落ちてきては欲しかったんですけど、まあ一応ね C 調整としての終わりでいいのかなと。で、今ねフェーズ的にはいいですか？これ、高値が切り下げ、安値一定値。はい、安値はここで一定値ですね。2ドル付近で一定値のディセンディングトライアングルをね、作っているような形。ただ、ちょっとね、見にくいんですけど、ちょっといいですか？フィオナッチエクステンション消しますよ。ちょっと消しましょう。ちょっと見にくいんですけど、いいです？ディセンディングトライアングルをこの安値とね、高値切り下げで作ろうとはしていたんですよ。ですけども、その間で、高値がね、のチャレンジ、要するに高値を結んだラインチャレンジに入っていかなかった。これは、中期の移動平均線、黄色いラインがかなり意識はされていたんですよね。ですからここで押されて落ちてきてしまった。ですけども、もう一回盛り上がってきて、そこにチャレンジをしようとします。で、これいいのがいいですか？4時間足レベルの、このね日足の雲です。あ、ごめんなさい。4時間の雲も同時にこれディセトラを上にブレイクしていったら同時に抜けるようなね形になりますので OK でございましょうか。ですからこのディセトラ成立は結構ね厚いんじゃないかなというふうに思いますよ。厚めにね機能してくるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つね意識をしておいてください。ですから GMT に関してもうロングイン最大のチャンス場所はここ。2.44 ドルあたりをつけてきたら、もう言っちゃうと3つの重要なものをブレイクしますから、これはね、次の、目指すべきライン。まあ、あまりそこまで大幅上昇がちょっと見込めるような状況ではないかもしれませんけども、一旦は 2.68 ドル。この高値をどんどん取っていけばいいかなという形でございますから、いいですか？ちょっと引いておきましょうかね。まあ、ギリギリを攻めていきましょう。ここ。まずは目標値としたら、2.7 ドルぐらいですかね。がありますと。ですから一つ、2.44 を超えたら 2.7 ドル付近で利益確定。で、抜けていったら、史上最高値3.11 ドル付近で利益確定。はい。細かく分割利確をかましていけばいいかなと。で、そこを抜けていったら、かなり強い上昇がね、またまた待っているんじゃないかなというふうに思いますので、ここは期待感をね、寄せていきましょう。よろしくお願いいたします。まずそこのフェーズに来た時にね、目標価格がまた言っていきますので、ここはお願いいたします。2.44 抜けたらロングチャンス。2.7 ドル付近までの一旦の上昇は見ていきますよっていうのは、押さえておいてください。はい。で、今日の最後行きましょう。今日の最後は、ドームをね、見ていきたいというふうに思いますよ。行きまーす。はい。ドームなんでございますけれども、ただいまの価格が、0.043 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関
関しましてはいいでございましょうか。はい。ですね、三角持ち合いを作っているような感じにも見えなくはないんですけど、私の中でおそらくこれね、アセンディングトライアングル作成の方が強いんじゃないかなって思います。アセトラ作成、はい、これはまあここですよね、うん、史上最高値をつけていった後です。史上最高値をつけていった後にまあヒゲでね、高値をズル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 落としていってるんですよ。ズル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 っと落としていって、最後の大幅下落がここ、このラインでございます。まあいわゆる出来高がぐっと上がってきてね、大幅下落を起こして、それを全戻しするかのように陽線をつけていた。ですけども抜け切らずに押されてズルっと落ちてきた。ですから、ここ、うん、まあ言っちゃうとね、このオレンジのラインっていうのがかなり意識はされているかなと。ですがこの高値から引っ張ったラインよりもこのオレンジのラインっていう方がやっぱり意識はされている。割れ込んで大陰線をねつけていってからの戻ろうとしたんですけども、戻りきらずにズル落ちをしていったというところはがあるので、この高値から結んだラインよりもこのオレンジのライン意識の方が強いかなというふうには思いますよ。ですからここ押されてるんですよね、押されてるんですよ。オレンジラインの意識が強いので OK でございましょうか。ですからそういったところを加味するといいです。三角持ち合いというよりはアセンディング、こっから起点のアセトラという形で今からのシナリオは考えられるんじゃないかなと。それを考えていくならば、今サポートライン上にいますので、サポートライン上にいますので、これ反発狙いのロングチャンス、押し目買いのチャンスネイチっちゃチャンスネイチにいます。ですからドーム気になっている方がいるんであれば、今これはね、現物買いのチャンスとしては押さえておいてもいいですよっていうのは、言わさせてください。でもしこのラインを割れ込んでしまったら現物買いですから、割れ込んでしまったら黄色いラインでの分割エントリーをしてもう一回反発を狙っていく。そうするとどういう状況になるかって言いますと、アセンディングトライアングルフェーズからレンジ相場への移行っていうのが考えられるようになりますので、 OK ですか。ここ、うん、まあ様相がね、またまた変わってくるかなというふうに思いますから、ここはねよろしくお願いします。まあとにもかくにも今のネイチっていうのは押し目買いのチャンスネイチにいますよっていうのはね、押さえておきましょう。短期並びに FX でもちょっとチャレンジャーしてみてもいいかも。うん、でもその代わり短期 FX ではちょっとまあ割れ込んだら、うん、どうでしょう、3日前の安値を割れ込んだらやっぱズル落ちをしてくるかなと思いますので、 0.041 ドルを抜けたら、ちょっと損切りをした方がいいかなというふうに思いますよ。 0.037 ドル付近までの下落がね想定されますので、逆にここでの反発狙いに切り替えていく、うん、短期並びに FX ではロングインをしていく、レンジ相場での形ですからね。でまたもし割れ込んだら損切り、反発してきたら例えばこの裏立ちぐらいでまず一回利益確定をしてから抜けを確認して 0.052 ドルでまた利確でこのレンジの上端値で全部流していくみたいな感じで見ておくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アセンディングトライアングルの方が意識が強いかなというふうに思いますから、ここは最後にね言わさせてください。はい、それではね、本日の第2部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんていきますよ、なんと10,730名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価とか、あとはね、コメント等が要因でガチッと頑張って上がっているのかなと、今後ともねぜひとも皆様よろしくお願いいたします。はい、そしてツイッターの方もね、フォローしていただければ大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信は以上となります。でちょっとごめんなさいね、私今日ね、先ほど言いましたように、ちょっと仕事がまだ残っておりまして、今日ちょっとまた行かないといけないんですけども、明日の第1部がね、できるかどうかちょっとわかりませんから、また明日も朝早いんですよ。ですからその時はね、ツイッターの方で流しますので、ここはね要チェックでよろしくお願いいたします。申し訳ございませんね、ちょっと皆様にご迷惑をおかけしておりますけども、そこはねご了承ください。私もね普段ね仕事をやっているものですので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信以上となります。皆様いい休日をお過ごしください。それではおやすみなさい。ではバー